おはこん、はなちゃん。何者なんじゃ？おととい、北海道旅行から帰ってきた、ドラゴン VTuber のレガンガじゃぞー。みんな元気にしとったかのー。はい、今回はタギングルというポケモンを使っていきたいと思います。このポケモンは一般的には、夢特性イタズラ心を使った起点作成役が主な使われ方です。加えてタイプがノーマル、毒タイプ優秀で、ノーマルタイプでミミッキュなどのゴースト技をかわしたり、毒技で相手を状態異常にしたり、幅広く活躍できます。しかしこのポケモンには大きな弱点があります。起点作成型の場合、相手にサザンドラやオーロンギが出た場合、大体かもられてきました。なぜなら特性いたずら心は必ず先制で変化技を出せるという素晴らしいメリットを持つ代わりに、いたずら心悪タイプのポケモンには効果が出ないというデメリットがあります。ここで今回はタギングルを狙うポケモンたちを逆にかもるタギングルを使っていきたいと思います。型は陽気エース252型で、技はこんな感じ。今回はフェアリーテラスロス採用してます。その結果、悪タイプやドラゴンタイプをほぼ全てに突き刺さります。このタギングル、何が素晴らしいと言いますと、素早さ試食値が110もあり、大体のドラゴンポケモンに対して上から先手を取れるということですね。ダストシュートはタイプ1の大ダメージ技、主にマリルリアが弱点をつけるポケモン用です。叩き落とすはサーフ号、ケタグリは巨人王やドドゲザン。これはね、起点作成型よりも確実に強いと思える方だと思います。それでは対戦動画どうぞ。はい、お相手サザンドラ、モロバレル、ロトム、マスカーニャ、名前なんだっけ、あいつドーミラーの進化系リフィア。タギングル出しましょうか。今回タギングルね、物理技兼身代わりバトン型となっております。でガブリアスもまあいいか。であと1体どうしようかな。石炭山、今回石炭山が草テラスタルなので、まあいいんじゃねえかなってことで、こんな感じでいきましょう。はい、ミュウさん対戦お願いします。サザンドラ、よっしゃ狩られに来たとは知らずにな。俺はおめえをずっと待っていたのさ。もうね、あまりにもタギングルが狩られすぎた。こうタギングルってね、サザンドタイムやることないんですよ。でここで向こうが剥がれ出してない限りはこれで刺さる。やれ、テラバート。おさすがに一撃必殺。本当にね、狩られるんですよ、こいつ。こいつがいるとね、絶対出てくるんだ。いただきたいねと。じゃあ、身代わりでバトンタッチしますか。こうしたが出ました。はい、ありがとうございました。タギングルはね、かもられる。本当にかもられた。連敗してきた。だからこれが刺さった。でも相手が普通に鋼照らしてたら厳しいんだよな。はい、お相手キラフロル、腕っぽ、腕っぽだっけ、ブロスター、キノガッサ、ドドゲザン、アーマーガー、ファイヤロー。うわあ、ダギングル出していきたいですね。ダギングル出していきましょう。いやでもダギングルな、ドドゲザンに役割あるんですよね。今回ケタグリを覚えさせていて、まあ、ダギングル出していきで、全体的に素早さ勝ってるから、キノガッサに対して普通に素で殴れるポケモンを連れていきたい。ウルガモスを出して、でまあ、ヘイラッシュ出していきますか。はい、ニキデヤンスさん対戦お願いします。キラフロル、まあ、やはりお前は出てくるな。ダギングル、やることねー。テラバ打って畑落とするか。いや、やることねー。もうこれ交代しよう、ヘラシャに。タギングル交代してヘラシャ出して、向こうやってくる技は、まあ、ステロスロックはまあ巻いてくるでしょう。でまあ自信打ちますか。
ヘドロウェーブ、手に殴って。これで流行る？いらいらい、ドクらない。地震。4倍弱点。たすき。いや、毒ビシ邪魔くせー。まあでも裏のポケモン全然毒かけないですよね。晴れなんですよね。はい。いや、キラフロール出るとやっぱり毎回仕事されていくな。まあ、毒化粧を、まあ裏にはあの毒のポケモンがいるので、まあ毒化粧は消しされられられるんですけども、いやー、いい感じに適用されたな。ファイヤロー耐えんよな、ファイヤローは。まあ、ウェーブタックル打ちますか、耐えたらいいねっていう感じで気持ち、挑発打ってくる今、うまっ、めちゃくちゃうまっ、うまっ。いや、いい炎のからでも全然いい。燃えちゃったけど、逆にもう独特の不対称になってしまったんで。ああ、そう、挑発ってくるんだ。ブレイブバード打ったらもう終わりやんったなーと思ったんですけども。うまっ、クラフトも残ってるし。あ、昨日ガッサー、なんなら素早さどうなんだろう。いきなり打ちます。とりあえず種マシンが向くのが早い、まあ、しょうがないですよね。どうしようかな。これどっちが早いんだろう。まあ、とりあえずターギングル出していきましょう。ターギングル出して、はい、ステロだけが食い込んで、浮き出さ消え去った。まあ、関係ないですね。で、テラバー打ちますか。ダストシュートが命中不安で怖いんですよね。まあ、とりあえずテラバー打ちましょう。で、素晴らし関係はこちらの方が早いです。俺めちゃくちゃ悩んでらっしゃる。まあね、キノコの帽子を打つか他の技を打つかで悩んでると思うんですけども、今回のね、ダギングル完全物理型でございます。あ、テラバーストだ。何バースト、何テラバースト。はい、あー、飛行タイプ。何を予想して、飛行テラバースト。こっちの方が素早さが速い。こちら素早さで少し110あります。向こうは確か60だったので余裕で、あー、確定2発取っている。ツバメ返し、それ落ちるかな。あ、落ちないけど、これはマッハパンチで落とされるかもしれない。マッハパンチ飛んでくる。まあ、しょうがないですね。はい、ダギングが倒れた。まあ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 、いいショートをしたんじゃないでしょうか。まあ、スカーフはねえだろう。おめえが。スカーフってことある？いや、でもこのレート代からな、あるかもしんない。そしたらその時はもう、おたぶすることしゃあないですね。あれ？やっぱこのレート代、命軽いって。本当に命軽いわ。はい、お相手ウルガモス、ギャラドス、サーフゴー、セグレイブ、サザンドラ、ドンファ。ターギングル刺さらんな。いや、刺さるわ。今回ダギングル、フェアリータイプテラスタルをしていますので、サザンドラにもやれるし、畑落とす持ってるのでサーフゴー交代してもいける。ターギングル出していきたいところではありますが、セグレイブだけが重たいので、セグレイブ、先セグレイブ出たら気まずいんですよね、タギングル。だから、ヘイラッシャ出していきたいな、最初。でもタギングルね、他のポケモンには、でもヘイラッシャ出していきましょう。で、タギングル出して、ウルガモス、ウルガモス、刺さるか。いやー、微妙か、今回は。サーナイトメガネなんでちょっと、使いづれんすよね。まあ、ウルガモス出していきましょうか。ん？なんだ？早くねえか？なんだ？早えか？相手の名前出なかったぞ。通信中になってる。はい、ウルガモス。
これは出しがちといったところでしょうか。ヘイラッシャー。いやでも照らしたらしたら気まずいな。照らしたらするか。いやこれ普通にウェブタックルいきましょう。サザーマイキー普通に殴った。何を考えたんだろう。何読み。あこれウェブタックル刺さって浮く。うえー、はい、キアのタスキー燃えない、偉すぎる、反動ダメージでかい。うーん、交代された時どうしよう。飛んでるポケモンは何にいるけど、まあ、交代するかな。まあ、いきなり打ちましょう。さざめき普通に殴ってきた。でいきなり当たっていく。はい、急所に当たったな。まあ、無意味な謎、無駄急所ではありますが、結構こう刺されたな。まあ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 、ウルガモス突破できただけいいでしょう。助けね、ウルガモス。了解了解了解。でセグレイブ出ていく。そうですね、なあどうしよう。ウェーブタックル一番嬉しくないことはなんだ。まあヘリボンバーなやりますか。自信普通に殴ってきた。はい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 、ヘイラッシャー倒れる。あーどうしようかな。そうテラスタルが残ってて、まあ、全体的にテラスタルしなくてもウルガモスのであれば強い感はある。で、まあ、超の舞しますか。ドラゴンテラスタルにする必要はありませんし、まあ、地震が受けてたとしても、まあ、ドラゴンテラスタル、まあね、ドラゴンテラスタル抜群ではないので、とりあえず超の舞しておきましょう。フェアリーテラスタル、なぜ謎のフェアリーテラスタルがやってきた。まあドラゴンタップ系には、ね、強いですからね。超の舞していく。向こうのが、スパイスが遅くて、こっちのスパイスが速い。直行と特防とスパイスが上昇していく。これはマジでチート技ですね。ただおじゃないですけど竜の舞お互いに待っていく。気まずいござりやすね。そうですね、まあまあこの前打ちましょうか。ウホノの前が、まあ、飛んでいく。この前、あってかそうじゃん、向こうあれだ、熱交換だ。まずまず巨剣突撃。ルガソ倒れる。そうだな、そうだな、これはタギングル。まあ、向こうの方が多分早いっすね。さすがに1枚してるんで、ダストシュート打ちたいところではありますね。一応打っておき、いやここでお相手何を読んだか。巨剣突撃してこい。いやツララバリかな、どうなんだろう。一応念のための寺保険突撃対策テラスタルしておきましょう。猿のフェアリーテラスタル強剣、よしダストシュート当たっていく。うますぎ、よかった。つららばりしてくれまして、多分つららばりでも落ちたと思うんですけどね、耐久ないんで。2発か3発でよかった。サーフゴーいいですよ。なぜなら今回のタギングルハタキオスちゃんと搭載しております。ゴールドラッシュ、これが早いな。スカーフだな多分。タギングルで助けて耐えて、でここが下がって、でさらにハタキオトスが決まっていく。スカーフ落として、で今回のこちらのね軽技でございます。畑を落とす。やるかこれ。あー偉すぎる偉すぎる。ちゃんと落としていく。いやこれ刺さりましたね。ハギングル刺さりました。はい、サトシさんありがとうございました。はい、うん、え、はい、お相手、ラウドボーン、ドヒドイチ久しぶり見たな。カジッカジッチュのカジッチュじゃねえ、アマージョ、オーロンゲ、カイリュウ、氷の鱗粉、
ダギン出していきますか。ダギン出して、まあ、メガネですかね。裏のドヒドリがやっぱりうちのポケモン重いので、サーナイトでガブテいいでしょうか。あー、また来た、このバグ。対戦相手が見えないです。はい、オーロンゲー、いいぞ。こんなのぶとい声なんです、オーロンゲーって。普通にダギング出していきます。挑発打ってくるかな。これ普通にダストシュート投げたいですね。投げます。とりあえず普通にリフレクター張ってくるか挑発打ってくるかの2択ですよね多分。で挑発うまい。変化技が使うとめちゃくちゃうまいんですよね、ダギングって。ダストシュート当てていく、偉すぎ。それ死ぬんじゃない確かに。あー、そうっすか。じゃあもうこれ畑落とすでいいんじゃねえのか。畑落とすでいいんですか。うまーうますぎー。なんか右手が気持ち悪いよねみたいになっちゃった。気持ち悪いって言っちゃった。リフレクター。俺普通にあのニューハーフさん好きなんで、ちょっと気持ち悪いよあれ、無視です。でもさ、腕をこうやってやるお姉はちょっと面白い。いや、ちょっと待って、言えば言うほどだな。はい、海流。そうっすね、まあとりあえず畑でいいでしょう。畑して、まあなんであろう、多分まあ弱点保険かもしれないので、とりあえず畑します。光の粘土だっけ、落としたの。畑落として弱点保険落とした。多分竜の舞だよね。竜の舞していく。テラスタルするか、これは。挑発が解けた、まあ意味がないんですけども。パギングルは、取っておこう。向こうがどうテラスタルするかによるから、取っておいて、サーナイト出しますか。普通に、激鱗だったら普通にうまいし、まあ新作だったらそれはしゃあないし。サーナイト出して、まあ、とりあえずクッションにしましょう。これスーマルチスケール、これパクるのでかい、めちゃくちゃでかい。竜の舞、まあ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 いいんじゃないですか。でこちらはそうですね、鋼トラストルしちゃいましょうか。はい、まあ、丸付けパクれたんで、その恩恵うまうましていきましょう。お相手に光の壁を、タクターンがなかったので、リフレクターだけなので、いやこれでけえぞ。サーナイトで、あ、向こうがすばらしい、早い。何になるんだろう、鋼かな。まあ、鋼でも何でもいいんすよ。はい、ノーマル、やっぱり新速ですね。新速型、はい、どうなんでしょうね。丸助込みで一枚だったら耐えるんすけど、はい、こちらは、鋼チャーシャルです。新速、でも新速なんだよな。新速、弱点保険じゃない。雷パンチ？どういうこと？何を意図して？ムーンフォース、取っていく。まあ、いいでしょうか。地震、なるほど。まあ、いいでしょう。サーナイトは倒れていく。まあでも作戦としてはいいんじゃないですか。でタギングル、今回タギングル、ケナ助けでございます。で、タギングルのね、技、ケタグル持って読みます。これね、あのタギングルの技、あと一つずっと悩んでて、何かないかとずっと悩んでた結果の、新速、助け耐えて、で、今回軽技でございます。で、相手がスカーフだったとしても帰ると。新速で、はい、ケタグルで、狩り落として、ナイス。で、これね、あの、タギングの何が偉いってね、あの、ノーマルタイプなんですよね。ノーマルタイプであるから、お相手が、何を出してきても、まあまあ耐えると。モスのウト。まあ、畑していきますか、とりあえず。攻撃のためにね。まあ、スカーフだったら、まあ、うまいので、食べ残し。冷凍ビーム。
モスノウって足速いっけ。めちゃくちゃ足遅い見た目してるけどな。ガブリアス出していきます。テラストラも使っている。激凛打ちますか。あ、こっちの足が速い。よかった。